一番安全だと思う。ねえ、わかる。床というか、なんか
でも YouTuber だね。でその後に風邪ひきましたっていう動画出して終わりなの。つめめて終わりだ。倒れました。温泉入りた。温泉ある。温泉入りた。ジェットコースター。やだジェットコースター。え、いいな、楽しそう。全然怖くない。ちっちゃんも7回行けるよ。やだ。これちょうどいいかもよ。ちょうどいいぐらいなんですよ。ね、なかなか怖いって怖すぎないよね。あ、これ2周。1周。一周。あ、一周なんだ。あ、本当に。水のやついいの、水のやつ。あ、怖いやつじゃん、水のやつ。指やつじゃん。一回ピュンっていけるそう。指やつじゃん。やだ。でもね、水かかるならとってもいいかもしれない。水気持ちいいよ。行くんだけど、ジェットコースターよりかはマシじゃん。いやー、結構あれかかるね。ここにもあれのあったっけ。なんかカッパ着てる子たち、あれのやつだ。そうだよ。カッパ100円で買える。100円で買える。今出そうかな。あれ乗りたい、あれ乗りたいし、あれも乗りたいし、あれも乗りたいし、あれも乗りたいし。短足エプレーエプランひょっとして。え、ちょっとジェットコースター乗ろう。無理。結構涼めた、これで。うん、外で待ってる人たちが暑いよ。本当です。え、いいな、水乗り乗りたい。え、何乗りたい。え、ジェットコースター乗ろうかな。次ある。あ、さあどうするんだ。やだな。だってこれ短いね。30秒。すぐ終わる。30秒だ。適当。適当だけどね。45秒で何ができるを歌いながら乗ったら。やだ。Ha ha ha!
미끄미 미끄미 뱃 썬지다 오야쿠다 아마이나 카미카미 상큐다 구미구미 파리뽀뽀 景色がやっぱいいね。ねえ、うん。いい感じかな、ちょうど。それ取れそうだよね。大丈夫？飛ばない？スポッて行きそうだよね。しほちゃんも朝言ってて。めっちゃいいじゃん。なになに？あ、すごい綺麗。あ、この背景のボケ感がいい。うん。あ、いい。めっちゃいい。めっちゃいい。少し明るさ。明るさ調整して送る。ママに言わない。大丈夫ですか？怪我しちゃった？前向き。右、左、上、上、正面。うん。うん、大丈夫でしょ？うん、大丈夫だよ。スマホをこの辺に置いとけば聞こえるか。リミ持ってるよ。うん、あんまりこう通行人の人が聞こえないよ。ちーちゃん、ちょっとさ、シャツ、シャツ。ありがとう、ありがとう。シャツだけちょっと気をつけて。もう一回入る。いいよ。あら、スーツあるからね。さらに良くまだ撮ったら良くない。ちょっと練習でもずっと撮りたい。すごい。なんか めっちゃ揺れてる。リミダメだよ、ぴょんぴょん。リミがぴょんぴょん。うん。ありがとうか。リミぴょんぴょん。そう、待って、どんぐらいかな。あ、じゃあ目は動いてる。押さえてる？リム押さえてる。下に座ってカメラ。この鉄のとこに。やって、でカメラが。はい。あ、でもこれ。あれか、最後に。目だけ最後に。目だけ最後に。うんうん。じゃあこれ誰か押さえてください。うん。こっち側に置いたら。無心だよ、無心。でもなんかつなげていけば大丈夫かな。これが出るからこうやってやるときに。うん、出ちゃってもなんかそれはね、うん、いいと思う。うん。あそこの緑のとこも誰もいない。あそこの緑のハンカチ。どうでしたか今のひまちゃんとしほちゃんの踊りは。どうでしたか。どうでしたか。あの砂浜から。わかんない。リミに踊れません。うん。ウケる。
お疲れ様。お疲れ様です。暑かったね。お疲れ様でした。ありがとうございます。これリミのショー。うん。何したかったの。何をしてるんでしょうか何をしてるんでしょうか。やべー、神経統一ですか、二人で。どうだ、どうだ。あ、そういうこと、寝てたのか。何してるのかと思った、二人で。あと踊っていくんだよね。どうやって踊っていくの。ユニクロでタコのパンツ買って、あ、そうなんだ。で、服はもうこれでいいかなと思って。まあね、いいかも。温泉ない。じゃあ温泉ないじゃん、だってこの辺。タピオカ。いただきます。はい、ママのですけどね。しほちゃんはクレープ。はい。ちょっと飽きそう。ん？途中で飽きそう。そう、あの甘くないやつなかったんだよね。そう、ツナとかが良かったな、トマトが、レタスとか、ね、残念。ふうくん踊れましたか。わかんない。ちょっと暑かったね。でもね、一人の間ね、これ見てたの。たこ焼きエンターテインメント見たの。めっちゃ面白い。めっちゃ美味しそう。みんなもさ、そのためとかさ、バター醤油とかさ、ハーフ&ハーフとかさ、みんなもさ、めっちゃだって2つも食べたいってこと。そういうわけじゃないし。あ、ごめんなさい。食べたいわけじゃないでしょ。食べたい。食べたいの。あと見てくれ、ひまちゃんのさっき話してたの。なに、ひまちゃん。牛タンとか濃い濃いのお肉とか美味しそうだよね。牛タンはね、美味しそうだね。めっちゃ美味しそうだからさ、みんなで買って食べようよって言った。来ました。来た。え、これバナナとイチゴ両方入ってる。やったー、ありがとう。はい。おいしい。おいしい。あ、ヨーグルトだ。なんか上に上に。その気持ちは少しわかる気がする。でも美味しい。リミはアイスを飲んでる。最強マン。めちゃめちゃ牛タンが美味しい。ね。え、どうしたの今。勝手に切れたの今。私こういうところで足痛いやつ。わかる。なんか SD カードエラーが2連発したんだけど、なんかね、最初は取れんのよ、6分、あ、違う、1分ぐらい、うん、でも1分したらなんか止まっちゃうの。あ、そうなの。おいしい。どうですか。おいしいです、めっちゃおいしいです。そろそろ飽きてきました。どうですか。アイスの味。じゃあアイスの気持ちになってみましょう。なんで僕が美味しくないと言われなきゃいけないの。僕最高だと思うんだよなって言ってますが、リミさん。ヨーグルト。